また欠席してしまった場合でも大丈夫。東亜のアプリを使えば授業ビデオも見ることができるので、受講中いつでもどこでも補講することができます。さらに東亜の学生しか利用できないデジタル教材もあるので、授業の内容をいつでも簡単に復習することができますよ。